今年の2月に YouTube からメールがありまして、決済をビザでやってる場合、サブスクが停止される場合がありますっていうメールあったんですね。で、これ早めに書いてくれっていう案内だったんですよ。なんかアルゼンチン発行のクレジットカードの支払いじゃないとダメだっていうことで、当然そのアルゼンチン発行のクレジットカードなんか持ってるわけないじゃないですか。とりあえずね、マスターカードだったらいけるっていう書き込みとかがあって、 で、一応 Amazon のマスターカードで登録してたんですよ。で、いろいろ書き込みの情報をいただいて、マスターもビザもカードは全てアウトでしたっていう方もいらっしゃれば、マスターカードに変更したら設定できるような感じです。とかね、いろいろと情報があったんですよ。基本的にビザはもうダメなんで、僕はマスターカードって持ってなくて、JCB かビザしか持ってなかったんですよ。なので、 マスターカードね、すぐ登録したんですね。で、登録っていうか定年退職で、今、無職状態なんですけど、2月の段階はまだ勤めてたんで、クレジットカード作れたんですよ。なのでね、最初アマゾン一応作って、なんかアマゾンがダメだっていう情報があったんで、その後に楽天のマスターカードと、あとイオンのマスターカードも作ってたんですね。一応ね、今んとここれアマゾンのやつで、アマゾンはもう登録してたんですけど、アマゾンでね、 今んところ大丈夫みたいなんですよ。で、3月まではビザのカードから引き落としになってるんですけど、これ2月ですね。167円。これから3月、これ156円ですね。で、こっからかな上がったのが3倍になってね。上がったのが確か。で、4月はもうなしですね。で、5月もなしと。 はい。で、4月の26日の引き落としが273円あるんですよね。で、これがね、Google のプレミアムの料金なんで、Amazon のね、マスターで今んとこ大丈夫みたいなんですよ。で、レートはこれ1切ってるんで、もう0.7なんで、まあ3倍になってもね、今んとこ273円で済んでるんですけど、これ、為替を大きく変動すると、これ怖いんですけどね。4月26支払い済み。5月26日分は252円の予定ですね。Amazon マスター。これもプレミアムの料金なんで、 今んとこね、これ大丈夫みたいなんですよ。これまたレートがね、これ5月0.65になってるんで、250人安くなってるんですけどね。えー、そんなとこで、ね、今んとこ Amazon のマスターは大丈夫みたいです。という報告でした。以上です。